今回は、リヴァイの過去の発言、異常事態が起こっても誰よりも迅速に対応できる、に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。リヴァイ異常事態に陥った場合、俺は誰よりも迅速に対応して戦える。そういえばリヴァイ兵長昔こんなこと言ってたけどさ、実際は。その通りぜん。こんなこと言ってた、そして本当にそうした。有言実行してる。ミカサピークファルコに乗れ。最後までヘタれなくて本当にかっこいいよこのチビ。リヴァイが判断遅れてミスったのは獣の巨人を最初逃した時かな。逆に言えばそこ以外ほぼ完璧な対応を毎回してる。常に最悪のケースを考え警戒を怠らなかったからこそ今まで生き延びれたからな。エルヴィン団長が絡むとだいぶ精神的にガタがくるけど、絶対に妥協しない男がモデルなだけある。未知に対応できるほどエスパーではないバランス。有言実行かっこいいよ。ミカサも兵長もエルディア人の血も引いてるから巨人化する可能性があったんだよな。ワイン口にしてたっけ。それでなってないから経験則で分かってたのかもな。煙あれ吸ったらアウト。いやこの場合は巨人化学の産物であるアッカーマンでいわば巨人だから、ユミルの血を引くエルディア人とのハーフでも巨人化しなかったのか。ユミルの血を引いていた壁外エルディア人はクソ虫の煙吸って巨人化したし。俺にはわかる、こいつは本物の化け物だ。犯人全員巨人にされても即座に戦えるからな兵長。巨人三重体のシーンよく言われるけど、ケニーに襲われた時の方がエグいと思う。複雑な関係とはいえ一応は育ての親、対人立体機動部隊とかいう未知の装備備えた人間10人以上に奇襲されて即覚悟完了して皆殺しにできるのは兵長しかいないと思う。ケニー相手は立体機動装置とショットガン持った連中っていう考えうる限りでも最悪の連中だからな。あれ覚悟とかしかじか一切抜きで殺しまくれる兵長やべえよ。それこそ自分一人になるまで戦える男。パーツがもう一人分もないんだが。 0.85 人くらいかな。絶望に直面するとめちゃくちゃ曇るけど判断力はほぼ落ちない。逆に市場に走ったのはエルヴィンを活かせるかもって希望を見出した時くらい。2回目ジーク逃がした時は嫌でも頭に血が上りすぎてたかな。でも最後まで兵長が5体満足だと最終決戦全力型だし、メタ的には最後のエレミカやるためには兵長肩は似せざるを得ないって言われてた。5体満足だと自分でエレン仕留めちゃうけど死んだらミカサをアシストできないし。もしリヴァイが今回のコニーやジャンの立場だったら無垢巨人になるまでに周りのエルディア人殺しまくれただろうか。事象がトリガーになる可能性があるから巨人組は逃げろっていう感じじゃない。周り殺しても数が多すぎて無駄だろうし、リヴァイなら周り殺して自害するかもしれん。王政編はアニメだとかなりシンプルになってたけど、こういうキャラの真相に迫れる描写はもうちょっと残して欲しかったなって思う。ジークが激おも感情で動いてるって知らないからしょうがない。人類最強の兵士リヴァイ兵士長だ。死亡フラグの塊すぎる。巨人の死亡フラグが立ったな。リヴァイの戦力は一個余談とか言われてるけれど甘く見すぎだよね。大満物量作戦ならそのくらいかもしれない。一個余談でリヴァイ並みに巨人倒すのは無理だろうけど、こういう心構えがあるからこそコラボ先でも普通に戦えるのか。あまりにも頼りになりすぎる大人。最後まで頼れるナイスガイだ、絶対モテる。兵長に関しては食えなき選択もアニメ化してるから結構やってる方ではあるな。最終回でとうとう死ぬって可能性もなくはないか。エレンが裁判にかけられてる時にめっちゃ歯が折れるくらい蹴り飛ばして、その後楽屋で謝ってるのがすごい兵長の人柄を表してて好き。ボロボロなのにすげえ頼りになる。判断マジ早い。兵長の発言は地下街育ちが調査兵団に入ったってバックボーンを考えると説得力がありすぎる。似たようなこと言ってたグロス総長は口だけだったけど兵長はマジだった。このおっさんのすごいとこは動けるのに全部背負ってるところだと思う。忘れてもいいんだよ。非常に熱いのに非常になれるのいいよね。悲しすぎる。これ以上戦えるのかな、肉体的な意味で。本来は絶対安静にしてないといけないのにあんな動いてるわけだし気力で動くでしょ。ジーク逃したところも託されてる作戦が肉あったからだし、あれは仕方ない。動くたびに傷開いたり折れた骨が肉に刺さったりしてそう。前回膝噛まれても動けないっぽかったけど今回普通に立体起動してたよね。ライナー以上に最後まで生き残ってるのが驚きだよ。兵長仲間みんな失って自分だけ生き残っちゃう END か。兵長が万全フル装備だと超大型以外は全部殺れるよな。なんで勘違いしちまったんだとか言いながら撃ち取ると思う。
ハンジに送るとき珍しく迷ってたの。泣ける子さんと焚き火囲む回想見ても思ったけど、本当に調査兵団の仲間大切だったんだなって。作者がキャラを徹底的に利用してから殺すのが分かったから、最終回もなんか仕事があるのは分かる。どんな決断をしても仲間が死に続けてきたのに絶対に決断することから逃げない。順番の例えで言うといつまで経っても変わりがきないキャラ、大体に慣れたのがケニー・オンリーな以上代わりがいねえすぎる。狙うべきは化け物じゃなくてエレンだって判断はどうだったんだろう。最終は見ないと正解かはわからない。とはいえがアルミンボムで死ななかった以上残り数発の雷槍を確実に狙える方に使うのは間違ってないと思うが、寄生すること自体成長知らないし、超大型の熱風で殺せないなら数発程度の雷槍じゃ殺せなさそうだな。その場その場で冷静に的確な判断ができる最適解かどうかは別。手足なくなってるし無視的にも爆発でギリギリなんじゃないか。獣の巨人戦後に平地で命令されて動きの速いムクの群れに襲われて普通に返り討ちにしてるのはマジで化け物としか言えない。本当に人類最強すぎてお前実は人間じゃねえだろ。言ってる本人の隣が死ぬんだからもうね。指2本だか3本だかで頑張りすぎだと思う。リヴァイはいつも判断を誤ったと自分を責めてきたけど今回はどうだろうな。これは兵士の鏡にして人類最強だが、欲を言えばその迅速に対応できるような事態が起こることもなければよかったんだけど、世界は残酷なんだ。エレンポイントマイナス1000点だけど、エレン以外の人から見たら普通はそうなんだよね。ナイスガイを除く。エレンポイントマイナスだとしてだからなんだよって話だからな。ワースト1はエレン本人だし、エレンポイントとかいう何の役にも立たないクソでリヴァイを評価するのは失礼。ミストポイント貯めたら尊敬してもらえる、おでんポイント貯めたら世界最強の男が本気でぶん殴ってくれる、楽天ポイント楽天でお買い物ができる、 ANA マイル高額な商品や海外旅行までできる、エレンポイントエレンに握手してもらえる、エレンポイントだけしょぼすぎない。ライナーの価値を目算できる名誉ポイントだぞ、それをしょぼいってお前。ライナーの価値はガビガビポイントで目算できるのではないか。エレンポイントとかいう読者が作った独自概念はようわからんが、自分のエゴのために加害するしたことを認める、認めた上でさらに進もうとするというのがエレンの共感をそそるんではないの。リヴァイにはエゴらしいエゴが見えない。ここがフィクションのキャラって感じがする。ジークの去勢計画が成功しそうになったら、その他全エルディア人一斉に死亡しそうな事態になったら、ハルキ君が大暴れ、最悪他の人種の背骨にお引っ越しするだけだろうしな。それでもエルディア人と他民族がお互い完全不干渉なら小康状態でごまかしいけたかもしれんけど、人類の量がそれを許すわけもなく。人間性を持ちながら重要な時は人間性をちゃんと捨てられるのはほんと強いと思う。